自己像が生きることの脱線。生活のあらゆる瞬間に全知が実現する。1. 自己像は考えによって描かれたイメージで、考えたところはつかめない。2. 言葉の限りを尽くしても、細やかなところは表現できない。3. 言葉は対象を固定するので、流動的な心は描けない。4. 心は文芸作品ではない。5. 自分を見る目にバイアスがかかって、主観的に見てしまう。6. 感情面から大げさに感じてしまう。心象膨大になる。これら6つの理由で自己像は虚像。全知はことではなく、伝達性がない。今の感覚や感情のまま、知的な加工をしないで放置して、仕事や勉強や生活を十分緊張してやっていけば、それが立派な全知である。他に求めてはならない。全知はイメージに関係がないので、悲観、絶望で構わない。生活が全知の姿であって、心の内容で決まるのではない。皆さんの間違いなくお役に立つ大事なことを、それのみを申し上げますが、それは普通、あ、わかったとかですね、ピンときたとか、第六感で、それとさせられるとか、もういかたる形によりましょうとも、分かるという捉え方では、皆さんにキャッチされない種類のものでありますからですね。どうか分からなかったからといって、分かるように考え方を変えようとなさらないようにお願いをいたします。分かるということの方が不安定で不確かで、実は脱線であるというのが心の世界、言い換えれば自己意識の中の論理、あるいは別のあり方ですね。この新聞テレビその他で言葉を媒体として中立ちとしてよく皆さんがお分かりになっている、その考えた社会、考えた人生ですね。そういう、まあ、いかにも確かそうに見える事柄はですね、外のみ確かです。ところに人生生きるということになりますと、もう外のことを離れて本来皆さんの生き生きしたしていらっしゃる事実ですから、同じ論理ではないんですね。外の事柄は、まあ、いわば分かりやすく作り上げられ理論化された社会です。ところが生きるということは皆さんの事実あるのみで、決して先に生きる意味があるのではありません。ところが直そうとなさるご熱心な方々は、意味で捉えることの方に重点を置かれて、事実をそのつもりはないとおっしゃるかしらだけども無視していらっしゃる、あるいはないがしろにしてしまわれるですね。申し上げてます大事な事柄は、明後日の参政会を待たずに皆さん方に一足お先にお伝えしようとする事柄で、残念ながら参政会に出席できないでご退院と相なります方々にもですね、今晩の話をよくお聞きくだされば、参政会に出席されただけのことはあります。組み立てられた意味によって生きていらっしゃったこの社会生活、それよりももっと確かなもの、それは言葉のないこの事実、それが最も確実に心にあられておりましてですね、その心っていうのは曖昧ですから、もっとはっきりしたものをとおっしゃるならば、パッと皆さんがご覧になる、こういういいお花を生けていただきまして、その花をご覧になるというこの事実は言葉によらない素晴らしいものです。作品こそこういう生け花という形でありませんが、皆さんが心に思い浮かべていらっしゃるもう様々な事柄、それは皆さんのお考えより前に生き生きとそこに流動的に決まった形を取らずに変化のまま移り変わっておりますので、生き生きした目の働きととてもよく似ているんですね。目の方が分かりやすい例えですから申し上げてますが、
心の問題はそのように言葉で捉えることがことごとく脱線で、無理に分かる形に作り変えるということをこれまでなさってこられたことはことごとく便宜的なものでしかなかったんですね。まず第一に、これが自分だと思っていらっしゃるのはご自分がご覧になった自己像、自分のイメージですね。つまり見られた、考えられたご自身です。じゃあ考えている方はどうなっているのかというと皆目わからない。考えている皆さんの方がもっと量的にも多い、広やかなものである可能性がありますが、それはわからない。自分は自分をこう見るという、見られた自分だけがイメージとして描かれるという大きな抜けたものがあるんですね。優れた頭の働きはそのようにわからないです。頭が描き出した皆さんのこれが自分だというイメージだけがそこに描かれるんですね。これが重大な自分の見損ないです。それから、いわく言い難しという言葉でもお察しのように、言葉の限りを尽くして細やかな表現をなさったにしてもですね、言葉には限りがありますから、全てを微妙に表現することはできませんですね。それは皆さん英語、フランス語などいろいろの外国の言葉を遠用、助けて使う、応援の縁ですね、遠用して、日本語の足りないところを外国語で上手に補っておられるんですね。カタカナ書きの多い表現ですね、それをもってしてもなお不十分です。心を微細な点に至るまで表現することは不可能ですね。だから言葉は物事を決める、限定するという強い働きがありますので、この生き生きと流動的な変化に富んだ心の動きをまるで全く変わらないもののようにピチッと決めてしまうんですね。決めるということは形を与えてしまうということです。そうしますとこの生き生きしたものは立ちどころに色あせた味気ないものに変わってしまうんですね。そんなのが皆さんのこれまでの、これが自分だ、自分のことは一番よく自分が知っていると思っていらっしゃった自己像、ご自分のイメージであったんですね。で、いかに上手にご自分を言葉で捉えられたか、それがうまくいったとした場合におきましても、そこに上手に自分を表現された言葉の数々はもちろん心そのものではありません。で、皆さんは言葉や考えではなくて、もっと豊かな生き生きした生きていらっしゃる事実の中にいらっしゃるんですね。例えば皆さんが日記をお書きになるとして、ご自分の説明をそこに述べられました場合、それは文芸の世界でありましてですね、文芸の存在というものは皆さんがこう見事に生き生きと生きてらっしゃることとは有利している、つまり別物である。皆さんは文芸ではありません。だからこうだと自分のことは一番よく信じ込んでいらっしゃる、間違いないと思っていらっしゃる。それはもうお気づきでしょうけれども、客観性に乏しい主観そのものです。自分を離れて自分を見ることはできません。他人が批評してくれるように自分を批評することはできません、ね、自分の中からこうだと、それはもう信じ込むより他仕方がない世界でもあるんですね。世間の人の会話によくバイアスがかかる。そのバイアスっていうのは思い込みのことです。思い込み、あるいは色眼鏡とか世間で言う、事実を曲げて自分流に受け取ってしまうということですね。本物のご自分をいくら工夫されましょうとも、そこに正しく描き出すことはできません。さらにですね、よく似ておりますが、心理的に、心理学あるいは精神学的にと言ってもよろしい、つまり学問的に言えば、そこに自己暗示という現象が働きます。釣り落とした鯛は大きいという例えでもよろしいし、心象膨大という言葉もありますね。針のように小さい事柄が棒のように太く大きいものに感じられて、その表現で満足している、ね、人に言うときに、
随分大げさになるという言い方でもいい、ね、これは自己暗示の特徴です。全く客観性を失って、しかもそれがさっきの主観的というその続きではあるのですけれども、大げさの度合いが著しい、ね、受け取り違いの甚だしいものですね。自己暗示、その気になってしまう。以上6つの理由を挙げて、どれ一つ皆さんの正しいご自分を考えて描き出せることを助けるものはなかったんですね。もう一つ、どれ一つとってみられましても、考えた自分は本当のものではありえないです。もうここまで申し上げれば7番目まで申し述べる必要はないです。それに今考えた自分に固執して囚われてですね、それを直そう、なんとか変えようと努力してらっしゃるというのは、まあ、実に屋上屋をかす、これは見損ないの上にまた見損ないを重ねる、あるいは鉄道関係で使われる競合脱線、ね、こんな言葉が新聞にあるいはニューステレビに出てこない方がよろしいで、出てきたらもう目も当てられんというような理由が2つ以上重なった脱線ですね。ですからこんなん聞いたことないとおっしゃる方がよろしいんですが、輪に輪をかけた脱線中ですね。その世界に何の気なしに生きてこられて、本物でない虚構のご自分をこれほどまでに苦心して変えようと扱ってこられたという、それを今晩離れてですね、本物に生きていらっしゃれば今晩全知です。皆さんがこれが本当だと思っておられる方が、このように甚だ具合の悪い本物を見損なうように作られたものであったんですね。治られるのは実に簡単で、ご自分のイメージによらない今日の生活を始められたら、途端にどなたもが全知です。鈴木大拙博士というのはしばしばこの講話に登場される禅の学者で、文化勲章を昭和27年にもらわれる、もう亡くなってから45年は十分に経ちます。ここへもいらっしゃったことがあります。51年前に親鸞上人のという前にちょっと申し上げておきますが、京都の北区に大谷大学というのがあります。東本願寺系の浄土真宗に関わりの深い大学です。宗教関係の大学で、そこの栄誉教授、今年親鸞上人が亡くなられて750年という、去年ですね、失礼しました。その盛大な法要が東大本願寺で長い期間続いて行われました。で、50年前ですから700年の記念の法要がありました時に、京都会館で特別の講演会が開かれて、ね、当時92か3かぐらいだったんですね。1ホール、非常に大きい会場でですね、ライトが強く当てられて、こうやってですね、これなんとかなりませんかなってこう言われた。その聞いてる人が気の毒になってですね、電灯消してくださいってなことで、こう、あちこちで、そんな声が出たぐらいです。で、このちょっとざわめいた後、お話が始まって、もし親鸞上人がここにいらっしゃったら、私と同じことをおっしゃるでしょう。しかし、それは鈴木曰くで良いのですと、そうおっしゃったんで、私どういうのを抜かれてびっくりしたんですね。親鸞上人という鎌倉時代の偉い方の全てをそっくりに鈴木先生がおっしゃる、全くその同じ、そう、同じ宗教経験、その人格全てが同じというような風に取れましたからですね、びっくりしましたですね。これはここが皆さんに今晩申し上げる大事なことですが、考え方が一緒だという話じゃない。考えた自分、心、生きることなど、全くその虚構でありますからですね。その考えによらない事実を申し述べましょうと。そういうこと、相当親鸞上人が全ての本当らしく言うていることは、日がごとにて候なりと。日がごとというのは間違ったことですね。そういうことを真っ当性というのに言うとられます。らしくそうだああだと、その信心について、宗教仏教について言うているのは、みんな日がごとにって候っていうことは
全部本物ではありません。産物は麦を義とする。というのは分けですね。平たく意味でもよろしいです。こういうことだと言うてる、それですね。それがないということを建前としています。分けとしています。全く、焼きのない、あるいは筋の通らないことを筋としていますと、ね、そこをその南証人がもしここにいらっしゃったら私と全く同じことをおっしゃるでしょう。そのことがそうだったんですね。ですから思想とか考え方、何らかの経験、宗教経験ですね、そういうことが一緒だという、それを言うてるんじゃなくて、何にもそこに組み立てたものが本当はないと親鸞聖人もおっしゃっている。それを私もこれからお話しするのですということです。うっかり私もことと申しましたが、この講話は本当はことがない。皆さん方にお伝えするには事柄としてお話をし、コミュニケーションというものがそこに成り立ちます、ね、ことがないとキャッチボールをしててボールがないようなものでして、投げることも受け取る方もですね、どっちも成り立たないですね。いや、実はそういう形で真実はコミュニケーションなしでたっぷりとあり得るのです。モニター療法の前置もですね、私を抜きにして皆さんが直直接ダイレクトにその意識でいらっしゃる形で行き渡るんですね。伝わることがないというですから、人から人へ、人々へと伝わって皆さんが、あ、分かりましたとおっしゃる形になるのは本物ではありませんです。で、この本物が他のどの事柄にも増して早く、時間の概念なしでもう立ちどころに皆さん方のものとして生き生きとそこに現れるんですね。ですから私は伝達者ではないんですね。仲立ちではないんです。ただ何十年も前に、私は昭和32年から1957年ですが、この責任者委員長としてこういう講話をこのようにしてまいりましたが、初めはお恥ずかしいことながら伝達者であった、ね、森田先生はこうおっしゃいました、ね、こういう時にはこういうふうにお話になりました、まあ、今でもそれに似た事実を事柄としてお伝えすることはありますが、それは話、まとまった事実を伝えるだけのものですね。そう、エピソードなどと言われるのは、あのまとまった事柄を足の材料としてそこに持ち出す場合ですね。ところがそれは本直りに関係がないある昔話に過ぎませんですね。だから肝心な皆さん方の前置は今晩この場でしかなくて、違いなくそれは瞬間の事実のみであるんですね。ですからだんだん治るというふうに他の病気と同じようにお考えになっていると治り損ないますですね。しばしば申し上げますように、これは元より病気ではありませんです。病気としてのいわば思い込みにすぎません。本当の病気よりも思い込みの方が辛く苦しいというのはどうしてだとこうおっしゃるならですね、それは架空虚構、偽物のこの病気のように見える状態を病気として治そうとされたことに由来するです、ね、ご自分を病気を持った人、病人と認識されて、だから治そうという筋の通った努力をされた。ところがその相手であったご自分、そのイメージはですね、ことごとく虚構のものでありましたから、必死にそれと取り組まれた。その事柄は自分を描いてすでに脱線している上に、解決しようとする脱線が先ほど申し上げたように加わってですね、それはもうでそこに本物が現れてくるっていうようなことはありえないんですね。言葉を使った工夫がご自分の描かれたこれが自分だというお考えの上に加われば加わるほど複雑にややこしくですね、不可能なぐらいに見通しの暗い状態として、日の明るい見通しも出てこないです、ね、もうダメかと思われるんです、ね、
世間では明るい希望を持たせてあげたらその人の役に立つだろうと考えるね。私ども実は大谷大学の学生相談室で相談員をしておりまして、他に4人の臨床心理の人が担当してたんですね。つまり月火水木金まで各曜日一人一人が担当してた。他の臨床心理の人が学生援護課、まあ、一般に学生課というようなところですね、世話をするところの研修会 で、ね、この学生さんの自己のイメージ、自分についての考えている姿をもっと明るくしてあげなければならない、まあ、一見親切なように見える発言をしたんですね。世間の心理学の人っていうのはそんなもんかなと思って聞いてた。自分に関わるイメージっていうのは悲観でも絶望でも一個構わないのはここですね。皆さんに一度もこの講話で希望という言葉を使ったことがない、ね、そんなに悲観してはいけませんと申し上げたこともない。言い換えればつい今まで絶望していらっしゃったお方も全知なさるのはこの瞬間である。今までの心の在り方が全く問われない、どうであったかが問題でない、ね、これは鮮やかな見事な治り方をお一人の例外もなくどなたもがこの講話が終わるまでになさることは十分お引き受けできる私としての喜びである。つまり暇がかからない、暇がかからないということは手間暇と言います。まさにそうですね。手間がかからない、お金もかからないという概念、滅法精神療法心理療法の中でもう断トツにその優れものですね。これから何かになる、なっていただこうとする厄介な仕事が何もない。今の皆さん持ち前のその状況あるいは症状で一個構いません。その皆さんが完全にお治りになるのにこちらからこうしてください、ああしてくださいですね、注文をつけることは一つもない。まあ、今日も診察の時に難しいですねって言われてしまいました。私もう頻繁に言われてるんです、難しいですね。何かこれから変えていく、例えば考え方、心の持ち方を変えてくださいともしお願いするなら皆さんはそれは難しいですねとおっしゃっても無理もない、ね、ところがぶっつけに今のままで足りますと、何の準備もいりませんと、それが今直ちにこの瞬間の全知そのものですと申し上げればですね、何の難しいことがありましょうか、ね、その宇治市に大幕というところがありますね。大幕山万福寺の富豪山大幕山、そこから来ていく、けなごてごてしたのはことは抜きにしてですね、唐、中国の7世紀から10世紀までが唐です。でその唐の時代にそれより前6世紀の初めにダルマさん、ボディダルマがインドから伝えたというその禅が唐、そして次の宋にかけまして唐宋の間中国でとても発展するんですね。今日知られています有名な禅問答、気の利いた禅問答、ことごとくその唐から宋にかけての偉いお坊さんによるものですね。でわずかに6世紀初めのダルマさんの言葉、それを2代目、3代目、4代目といきますわずかな中国人の禅の先生の話が残ってはいますけども、多くは唐の時代に発展した禅の道場でのやりくりが伝わっているんですね。だから4代目の時に隋から唐に変わったんですね。国が618年ですが、まあ、これは禅宗の歴史の話、はい、で黒板に大幕禅師とその弟子臨済禅師、この師弟関係を表して、大幕がまだ臨済を弟子として認めてなかった時、認めるというのはそれでこれで、悟りを開いた、あるいは真実に生きる姿であるというふうに認定しなかった頃ですね。まだ分からないところをなんとか分かろうと、臨済がどういうのが仏ですか、どういうのが真実ですかとこう聞くんですね。
そうすると大幕禅師がちょっと荒っぽいんですけど胸裏をつかんでポーンとこう突いたりしたんですね。でまたしばらく修行してまた行ってどういうのが仏ですか真実ですかと聞きますとまた胸ぐらつかんでボーンとで三遍胸をドーンと突かれたんですね。その時に目が覚めたという目が覚めたというのはそういう抽象的論理的などんなのが仏ですか真実ですかと聞いていること自体が脱線であるというそれを言葉を使わずに親切にも体験されたんですね。大幕一言も言ってないです。臨済だけがこうですかああですかとこう聞いててそれで怒られてた怒られる まるで怒られるボーンと臨済禅師の後に言うところをまとめたのが臨済録という本ですね。臨済禅師の生活と意見をちょうどこの病院と同じ名前の三章今ここ病院は三聖病院と言ってますが世間の人の間違った言い方に押し切られてですね第二次大戦後いや私は院長になってからですが今のような名前になったんです。で元はといえば三小病です。前の院長は決して賛成とは言わなかったですね。で私は責任を感じておりますんですがで賛成っていうのはお釈迦さんと文字菩薩と普賢菩薩釈迦文字普賢これが禅における三人の聖人として崇める人で三小院というのが臨済禅師のいたところで三小に従するエネンシブスと臨済録に臨済の弟子のエネンが書いてあるこのように三小エネンという場合もありますね。三小院にいたエネンが記録したわけですね。で臨済禅師が言いますのにですね大幕禅師に三遍の大事なことを問うて質問して三遍胸を突かれた。それはですね大幕禅師の仏法っていうものは他しなしと書いてあるんですね。第二次大戦後まで岩波文庫の臨済録にはこれを大したことはないと解釈されそういう説明がついてたんです。大枠の仏法も実は大したことはないんだって今皆さん岩波文庫の臨済録を買ってお読みになりますとそこは全く違った解釈違った説明が書かれています。これは著者も変わったんですね。それもあるんですがその中国の唐の時代の俗語がよく研究されて参りましてですね禅の言葉っていうのは日常生活の中の俗語が普通に使われているんですね。境語ではなくてそこらで普通に使われている言葉で肝心なものが言い表されているんですね。この他しなしというのを大したことはないというんではないと見抜いたのは亡くなって数年になりますが柳田青山という先生で大学の出身者で後に京都大学の人文科学研究所の所長に兄弟教授になって所長その人文科学研究所の所長になった方ですね。でどう書いてあるかと言いますと優しいことだと書いてあります。大幕の仏法は大したことはないと値打ちを下げて書いてあったのが改められて優しいことだと、ね、造作のないことである。何も条件あるいは考え方をひねくる必要がない。考え方自体がいらない、ね、考え言葉文法そういうの何もいらない。そのままスッとこう耳鳴りの方は耳鳴りのままね、心臓がドキドキする方はドキドキのまま脅迫観念の方は脅迫観念のままですね。現実生活に取り組まれればそれをもって禅師とする。まだまだダメだと誰も言わないです本当は。ところがお坊さんは身内を持たせるためかやたらとその辺のところをもったいつけて難しそうに言われる、ね、ここはそういうこのものごとと違う点を強調せずただ言葉で説明することが一切途絶えている言葉のない言葉の使われる前と言うてもいいくらいの世界です。
ですね。この方が心については皆さんの生き生きした状態については本物である、先に本物だったんですね。だからこれから悟り開かれるというよりは、言葉を抜きにして元々の事実で生活なさる。例えば目が物を見るのと同じようにですね、目は考えて物を見てるんじゃないんですね。目を開いたらもう物が見える。パッと目を開いたらそこに花がある。私は花を見ると皆さんおっしゃらないでしょう。花がここにあります、ね、ちゃんとこういうふうに生け花として飾られています。当然皆さんの目がそれを見て、それを脳がその目に映じたものの存在を認識して、そしてあると、まあ、そういう理屈っぽく言えばそうですけども、そうじゃなくてもう目をこちらの方に向けられた途端にここに生け花作品があるというふうに見てしまわれるですね。認識ということを、それをこの頃の言葉で認知療法の認知というふうに同じ意味です。それこの知ることですね、簡単に言えば知ることを介在させないで直接の体験として、考えによらないのを直接と言います。考えてわかるのを間接的な捉え方と言いますね。テレビはかなり直接的にですね、コミュニケーションのメディア媒体としての映像をかなり直接に受け取られますが、ラジオですと実況の放送は、まあ野球でもそれを分かる形に言葉に置き換えて放送してるわけですね。あれを間接的な捉え方というね。そのように視覚的なものを見る働きというのは皆さんの全知にはもってこいの例え。それで感ずること、あるいはご覧になる見ることはですね、知ることとは別である。これが皆さん全知なさることは知ることとは別であるということの代わりにお話しする。ですから辛い、苦しい、嬉しい、楽しい、内容を言ってると違うんですね。その直接の他なら皆さん方のそのようにしていらっしゃること、見えていること、あるいは感じていらっしゃること、あるいは気分的にもそういう感じで感じても、感覚もそうですし感情もそうですね。そう、知ることより前の話ですよ。知ることより前にそうであることがもう間違いない前提は、ね、そこに知ること、認識、認知がひっつきますと、そこから脱線が入ります。ことにこれが自分だ、これが心だ、これが生きる意味だという種類のものがひっつきましたら、もうここでは到底治りません。ですから素早く実際の生活を始められることをお勧めするんですね。でそういうふうに大幕の仏法をたしなし、大幕の仏法は実は優しかったんだと臨済禅師がやがて気がつく。で三遍どつかれといて気がつく。で皆さんと優しいも優しいも何にも自分で心に工夫することがいらなかったんだ。で森田療法をたしなしと、そういうふうに実生活の中でやがて感じられることもありましょうが、感じられなくてもよい。だからその不安がまだ取れない、恐怖が襲ってくるとかですね、それを悪いとするとのけなければならない、のけようとすると症状が固定して治らなくなる。言葉を使いますからね。不安というのは言葉のないものなんですね。喜びもそうです。本当はそれを言葉に表しますと嫌な悪い不健康な心のように思えて不安をなくそうとする。世間の人がストレスって言ってるものもですね、あれ言わんかったらとても簡単な日常的な感情の一つですね。ストレスという言葉を使って角が立つ。その内社会っていうのを夏目漱石がもうすでに立っているんですね。そういうのそのなんか邪魔な自分にとって不都合な気になる事柄っていうものを、まあ、どなたも見出して、それのない快適な安心できる状態、心が癒される姿とか、そういうものを求めてしまう。初めに嫌なものを決めた途端にその反対のものを待ち望む人生が始まるんですね。神経症っていうのはそれのない状態を目指すことで、あらゆる努力が皆さんを苦しめる極めて奇妙な状態ですね。ですから決めるということをおやめになれば実に何事もないですね。決めることによって好き嫌い、よしあし、ね、この好き嫌いは感情的な原始一番元のものですね。
よしあしは価値的な知的な判断ですね。そういうものが次々加わりますと、もうその嫌なもの、そして悪いものは心の中から早く覗き去りたい、捨て去りたい、が人情。そこからだともううまくいかないです。ですから好き嫌いを言う前のところで実際の生活に手を出していらっしゃることですね。これが今晩の前置で、例えばこのわからん話をご熱心にお聞きくださるという聞く作業はもう間違いなく花を見る作業と同じように前置なんです。ですから講話の内容が問題ではないんですね。聞くという作業で前置なんですね。現在の句にできてきたり眺望、目前眺望定人と書いてあります。この出来出来はもう極めて明白なこと、はっきりしている、ね、以下のことははっきりしている。何がはっきりしているかと言いますと、臨済禅師の講話を聞いている、目の前の法を聞くそのような人、皆さん方とこういう、その内容あるいは分かり方とかですね、その感想とか、そんな何にもない、心の内容に関係なしですね。目の前で私の話を聞いていらっしゃる皆さん方、そこにはっきりと真実は現れていますと、これは臨済禅師がそう言っている。そこのところはついうっかり見逃されますけれども、もうそれで十分ですっていうことですね。別に真実という何かがあるのではありません。生活を皆さん方があらゆる場所でなさる、その場その場の皆さんのお姿が禅師している人そのものですね。そこに皆さんご自身や心をこうだあだと言葉に置き換えて意味付けして比較などなさることを持ち出したら、もうそこからうまくいかない。一番馬鹿げた言葉の使い方としてですね、まだ不安が残っていますという言い方、これは退院しようと思われる方がもう口を揃えて言われるんですね。これは本当はよく分かってもらえないから、まだまだっていうような言い方など絶対使うことのありえない言葉なんですね。まだ残っています不安。ですからちょっと言葉を足して脱線を覚悟して申し上げればですね、その時の心を心としていらっしゃれば満点ですね。宮沢賢治が農民芸術概論という詩の中で、なべての悩みを焚き火と燃やし、なべての心を心とせよ、風と行き来し雲からエネルギーを取れというふうに詩を作っております通りですね。36日で亡くなった人がどうしてそんなことが分かったんでしょうね。なべての心を心とせよ、今の心を皆さんの心として、それ以外の別の心で置き換えようとなさらなければそれで十分通る、ね、悩み、これ鍋手の悩みを焚き火と燃やしてまさにいいですね。今の症状、皆さん方不安だ恐怖だとおっしゃってる、それを捨てるとか消すとかでなしに、そのままこう燃やしていく、ね、煩悩としてこうまさに悩みとして燃やしながら進んでいく、そういうことです。はい、はい、どうも。では今日の講話はこの辺で終わりといたします。